ちょっとやっぱり怪我の影響っていうのはまだ響いてる感じが。だいぶでも怪我の影響はなくなってきたんですけど、はい、ちょっと自転車がいまいちまだ。自転車、うん、なんか感じが出ないというか。弱者で自転車もダメだったの。そうですね、はい、で新しく作ってもらったんですけど、はい、なんかいまいちしようかな、感触がつかみきれないとか、うん、ちょっとセッティングはバチッときてないんですか、うん、そうですね、まだちょっとこのブリヂストン初めてなんで、あ、そうなんですか、はい、この自転車のまだ特性を生かしきれてないとか、あ、いいとこを探してるんですけど、ああ、なるほど、なかなか難しいですね。じゃあ試行錯誤をしながら、はい、逆に言うと当たれば大丈夫だと。うん、そうですね、当たってくれればというか、うん、そうですね、だんだん良くなってくれるとは思うんですけど、そうですね、まだまだちょっと程遠いですね。あ、ね、うん、本来岡田さんを知ってるファンの方からする、ああ、あれ本当に、ね、嬉しい限りがするというか、ね、この点数は偽物だろうというふうに、ね、ね、うん、本当っすね、うん、このところで一番低いです、ね、あ、まあ、あとは上がるしかないですよね。うん、本当ですね、はい、うん、まあ、なかなかこういう経験できないので、ね、いい経験です、これは。これで自分を一回見つめ直して、まあ、はい、ね、でもどんな強い選手も必ずなんか一回そこを味わってるところありますもんね。嬉しい、嬉しいご意見いただけますね。いやいや、さすが実況は言葉のチョイスが上手です。岡田さんもね、実況できそうな雰囲気。いやいや、絶対に針とか、うん、頭が悪いから無理です。あ、ゴールですね。なんかトークショーとかうまそうな感じです。いやいやいや、多分もう司会の上手な方が当たってます。なんか回してくれないと。まあ、そこであの2年、3年ぶりぐらい、ね、あ、そうなんですか、そうですね、あ、はい、前回惜しくも決勝に、あ、そうでしたっけ、はい、あ、今回はそうですね、今回はね、はい、あ、後ろです、後ろです、すいません、初めです、上がれるように頑張って、ね、そうですね、はい、初めてはしっかりと前に、はい、頑張って、そうですね、前に頑張って、はい、じゃあ、通常していきます、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします、はい。